とにかく内股には自信を持っています。組めさえすれば投げられる。左の組手、奥からまた内股に持ってくる。もう連続一本勝ち。いや、技ありです、技ありです。かなり勢いもありましたが、技ありを取りました主審です。さあ、ここまで出した技はほぼ内股。またこれも内股に行く。あ、少し組み方変えてきました。銀玉木がやり方を変えてきました。やはりまともに組み合っては金丸さんいけないということで、背中を持ってきましたね。そうですね、背中を持って引きつけるという形に変わるかもしれないですね。ですから、まあ、森下にとってみればね、こういう組み手の相手に対してどう戦っていくか。突き込んできました銀玉木。当然もう相手は研究してくるわけですから。大学2年生ですが、この内股の後回りすぎましたね。逆にこう一回転半という感じになりました。また内股から大内刈り、こらえる森下。そしてただ本人も課題と言っていましたが、狙いすぎるあまりにね、どうしてもこう技の出しというのが遅くなってしまう傾向もあるそうです。そうですね。これで一本です。今度は大外で来ました。大外は払い越してますね。地元の石川県から柔道着を着た金丸さんの後輩にも当たりますが、道場の子たちがたくさん来ています。いやー、これはもう先輩のかっこいい姿を目に焼き付けたこの2戦までということになります。森下一本勝ち。ディフェンディングチャンピオン含みにまだポイントはありません。それつりに、それつりというよりも何か首手を嫌ってきました。ムーバと足を飛ばすムーバともなかなか多彩な技を持っています。さあ、深いところを取る。大外に反応して腰を落としました。さあ、ここで抑え込みに入るチャンスを迎えます。まずは上半身を固めにいきます。左足が抜ければ抑え込み、力を振り絞るムーバと左手を脇の下に入れて、さあ、右足を使って抜けるか。あーっと両足に絡みついてきました。なんとかもう一つ抜ければ抑え込みに入りました。残り30秒を切って組み届こう。がっちりと抑え込みました。時間はかかりました。しかし全く危なげのない戦いぶり。自信に満ち溢れた世界チャンピオンが今2回戦モンゴルのムーバトを抑え込み一本勝ち。これで初戦に続く2戦連続の一本勝ち。代々木第一体育館、この客席から大きな拍手が送られました。息を呑んで見つめた5分間でした。